どうもレオです。ポチです。テイルズオブベスペリア続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。危ない危ない。戦闘への心構え早速。魔物って思ったより簡単に倒せるものなんですね。キセル吹かしてるんだ。そうだよ。渋いよ。渋いね。かわいそうだから。かわいい。ずいぶんとお嬢さんは心優しいな。俺にはおとなしく食われる趣味はないぜ。そうですよね。ユーリの声マジかっこよくない？かっこいい。弱いものは強いもの。鳥海さん超好きなんですよ。もう俺たちはそういう趣味ってわけないよ。先言っとくけど。魔物を倒すことに迷いません。その代わりどんな魔物とどこで戦ったか全部覚えておきます。天才か？ん？まあそりゃ構わんが。そしてテイトに戻った時、倒した魔物のお墓。大変なことになるよ。そこに倒した魔物の名前を全部掘りたいと思います。病気だよ。いいんじゃないかな。え、もうすでに大変なことになってるよ。お嬢さんの考えることはわかんねえ。もういっぱい倒した。うん、結構収録外でも倒したぞ。あいつらの名前はわかんないや。うん、とりあえず取りで行くぞ。はい。デイドン砦。はあ。来たぞ。いっぱいいるよ、なんか兵士が。なんか物々しいな。戦いに行ってきた騎士でしょうか。騎士だった兵士じゃなくて。そうだね。どうかな。まあんま目立たないようにな。結構目立つけどな、ね。うん。はい。私も早くフレに追いつきたいですから。そうだね。んじゃさっさと砦を抜けますか。はい。はい。受けれそうかな。いや、どこ行ったあいつ。あれ本当に分かってるのかね。絶対分かってないでしょ。みんなバラバラの方向行ったよ。なんか読んでる。なんか悪いんか、お前ら。はい、いらっしゃい。今日はいい品。なんか買い物できる。お剣商アッサムが売った。ああ、スキルの宿った名剣だ。旅をするならスキルは重要だよ。お、ぜひお試しあれ。あ、そうだ。スキルとは武器に宿った戦闘技術のこと。戦闘技術は本来誰かに指示し教わるものだが、剣商アッサムは特殊な方法を用いその技術を武器に封じ込めた。あ、そうだね、そうだよね。力を封じ込めた武器より技術を習得する機能がある。うーん、武器を使い続けることで、うんうん、その武器に宿ったスキルを装備者に還元することができる。うん、です。できるの結構大変じゃない？お嬢さん物知りだな。まあそういうこった。そうだそうだ。クリティア族が人間に伝えたと。FF9 とかと一緒なんだよね。武器にスキルがあるから。ボディブラスティアって技や魔術を使うためだけかと思ってたぜ。自分に合った戦いをするためにスキルを考えながら武器を選ぶってのが賢いってものさ。スキルのない単純に攻撃力の高い武器も。戦い方好みだけどね、うん、どっちにするか。まあでもスキルをどんどん覚えた方が。その武器を装備した時、お前さんのボディブラスティアに収められる、うん、その武器を装備していればその武器に封じ込められていたスキルはいつでも使えるが、うん、もしその武器を外したらその時はちゃんとセットしてやらなきゃいけない、うん、はい、はい。スキルは4つのカテゴリーの組み合わせによって成り立っている。はい。スキルを何個かセットするとそのセットしたスキルのカテゴリーに応じてボディブラスティアの効果が最後まで聞かなかった。上がることがある。例えば攻撃系のスキルばかりたくさんセットすればブレックの門が浮かび上がる。うん、この門は自身の物理攻撃の効果が上がっていることを表している。どう組み合わせればどんな効果があるかは試してみてくれ。あ、最後まで読んでねえな。ちょっと日が暮れちまうんだよな。まあ、後で。今ので分かったか？うん、なんとなく。うん、だいたい分かった。なかなか物分かりがいいな。分からない。お嬢さんの読んでる本にその辺のことは全部書いてあるぞ。あ、書いてあるって。お、くれんの？おさん、こんな場所で商売やって繁盛してんの？それだ。俺も好きでここにいるわけじゃん。あれ、取れないんじゃない？取り出の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。マジか。なるほど。かね、だそうだぞ。どうした？本が好きなのね。ほう。え？何か言いました？
あ、こんにゃろ。情報を集めてくるからそこで待っとけって言ったの。あ、私も行きます。いいよ、持って行きな。そんな古くてページの抜けた本でよければね。あ、そうなの。ありがとうございます。商人にしては優しい。じゃあどっかでページ見つからないかな。ね、その本面白いの。面白いですよ。後でユーリにも貸してあげますね。うん、バトルブック。ほう、うんうんうん。はい、はい、うん、わかった。犬どこいた。あ、あれ違うよ。わかったような、わかってないような。今の犬違うわ。こっちじゃない。ラピード見た、いなかった。じゃ、買ってみっか、早速。うん。武器どっちでこれ、カテゴリー、あ、こっちで切り替えるのか。はぁ、あ、はぁ、あ、あ、バックステップ、あ、だから俺なんかバックステップしようとしてたんだけど、全然できないと思ったら、そういうことか。あ、カラッカゼ。カラッカゼ？カラッカゼ。わお、特殊な音。あ、自分以外の味方にアイテムが使用。あ、そういうこと？アイテムスローっていうスキルがねえとアイテム使えねえんだ。自分以外の人に。自分以外に。だからか。なんかうちらすげえ探してたじゃん。うん。使ってってずっと言ってたじゃん。使えねえんだ。そうなんだ。なるほどな。そうか。一番最初は自分にしか回復魔法を唱えられなかったし。そうだね。回復、いや、回復魔法を唱えられなかったのは、それはあれだぞ。いや、だから、やっとやり方が分かったからね。うん。風つけてやるよ。やった。腹巻きしてるよ。腹巻きしてるね。寒いからね。ニット帽かぶってる。可愛くない？ニット帽と腹巻きってもう完全におっさんだけど大丈夫か？でも鎖の首輪してるよ。へぇ。ちょっと。あ、帝都では話し飼い禁止なので体裁上ついてるらしい。なるほど。そうだよね。何にも、あれだもんね。やばいもんね。うん。え？でも鎖ついてる。鎖ついてないからね。首輪ついてるけど全然。首輪ついててもあの犬の話し飼いだよ、うん。そうだね。もうここ帝都じゃないから。あ、そっか。ワン。ワン。うんうん、走ってる。めっちゃ走ってんな、お前。よし、じゃあ行くか。わお。へぇー。え、何？魔物が出たぞ、みたいな。何、何？え？え？なんか、警報みたいなやつだもん、だって。なんだ、なんだ。魔物出たんだよ、絶対。橋上が。上がっちゃ、閉めちゃうもん。あ、もう閉める。離れなさい、門が閉まるわ。あの人誰？誰？誰誰？ほう。早くみんな入って。誰か来た。え、何すんな。なんか、めっちゃ言ってる。うわー、来た。なになになに、なにあれ。イノシシみたいな。すげえイノシシみたいなのがある。あ、危ない。あー。え、あの子。いや、ダメだよ。まだ残された人が。ちょっと。早く早く、あ、ダメだよ。あの人も残ってる。なんでけえの。なんかでかいのいる。あれが主か。早く早く。やばいやばい。全部魔物なの。帝都を出て早々にとんでもないもんにあったな。俺、なんかついてんのか。まあ、主人公補正的なものじゃん。そうだな。メガネっ子だった。メガネっ子だったね。なんだお前。わわわわわ。止まった。止まった。さすがラピード。エステルはそこで待って。おい。ユリは女の子。行っちゃった。はいはい。大丈夫。大丈夫。立てなくて、守るが大丈夫ですよ。明らかにパギ食ってるじゃん、うん、あ、大丈夫。抱っこしてあげて、あ、おぬいぐるみ、ぬいぐるみ、ラピード。あ、立てる。早く避難してください。
いけるだろお前。お人形、ママのお人形。話してください。ここで待ってろ。行くんだ。おお、かっけえな。大丈夫かい？ったく、めちゃくちゃ目立ってんじゃねえか。そうだな。ムキユーリって言っちゃったじゃん。お前も。あ、閉まってる。やばいやばい、閉まる閉まる。ラピードのあれが。あ、あ、あ。うぃー。頭、こすってなかった。大丈夫？頭もげてたりしない？あ、大丈夫だった。めっちゃ目立ったな。怪我まで治してもらって本当に助かりました。いやいや、イエーイ、かっこいい、かっこいい、口で回せる、そしてキセルに変わった。みんなが無事で本当に良かった。うん、あれ安心した途端それかよ。わかりやすいな。はあ、結界の外って凶暴な魔物がたくさんいてこんなに危険だったんですね。あんな大軍で来られたら結界が欲しくなるな。ここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか。そりゃ無理だろう、結界は貴重品だ。あ、そうなんだ。そうですよね、今の技術では作り出せませんから。そしたらいろんなところ結界だらけになる。古代ゲライウス文明の技術が蘇ればいいのに、ね。それが蘇っても帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいな。うん、まあ今明らかに見捨てようとしてたしな。そこの二人、少し話を聞かせてもらいたい。やだ。だからなぜに倒産のだ。魔物など俺様がこの拳でノックアウトしてやるもの。お、なんかすごい簡単に倒せる魔物じゃない。何度言えばわかるんだ。なんだ、貴様は我々の実力を侮るというのだな。目見えない。誰だ。わあ、でっかい剣。お前前髪どうなってんだ。結んでるの。やめろ。何すんの。何しようとしてんの。危ない。おお、筋力ある。さっきの仕事で騎士に出しながら特訓を晴らす。ん、おお、これだからギルドの連中は。あ、ギルド。あの様子じゃ門を抜けんのは無理だな。そんな、フレンが向かった花の町ハルルはこの先なのに。騎士に捕まるのも面倒だ。別の道を探そう。忘れてた。うん、忘れてた。こう立ち回りについて。はい。すごく注目されてましたね。騎士にも話しかけられて危なかったです。タグ、目立たないようにって言ったろ。先に飛び出したのは有利ですよ。目の前で魔物に襲われそうになってるやつをほっとけねえだろ。有利なのか、おかわいい。なんだよ、うん、ごめんなさい、フレンが話してた通りの人なんだと思って。目の前に困っている人がいると放っておけないんだってよく言ってました。あいつもそうじゃねえか。今度会ったらお互い様だって有利が言ってたって伝えといてくれ。わかりました。優しいやつだな。うん、誰だお前ら。誰だお前ら。うん、うん、憎悪の心にハートがうずくぜ。ミスター何々さんっつってんのと一緒だからな。喋らんのかい。無口なんだね。うわー、無口二人組。そうか、あいつだけがめっちゃ喋るんじゃない。そうだね。あー、じゃあ外に、外出るのかな。じゃあ誰か情報知ってる人。あれ、これ絶対入っちゃダメなとこだね。騎士がいっぱいいる。でもなんかアイテムあるかもよ。あるかな。出ちゃった。あ、ほら倉庫だよ。ほう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 。あ、入らないでだって。そう言われると入れないのかい。だから入らないでって言ったじゃん。そうか、ハルルにはとても行けそうにありません。あ、どうしよう。外出るか。とりあえずセーブする。外出るか。あ、ここの人から情報を集めないとなって言われた。ダメだ。じゃあ、誰かなんか知ってるんだ。誰か知ってんのか。あの、テントのところにいた人じゃん。そういうこと？
お前は？あの二人は？ダメだ。ダメだな。情報知ってる人、お？お。あ、さっきのメガネ。メガネ。ねえ。あ、メガネ二人。メガネ二人。私の下で働かない？セクシーなお姉さん。そうだね。うっすら谷間見えるよ。いいじゃない。いいじゃない。何が弾むっつってた。すごい目。すげえ目してる。大して失礼だぞ。返事はどうした？お前誰だよ。何もせずに金で釣るのは失礼って言わないんだな。いやあ勉強になったわ。いやいいね。この皮肉っぷりが好きよ、うん、俺ユーリは。うん。お前。なんだそのサングラス。予想通り面白い子ね。本当だよ。私はギルド。ギルドドマルシェのカウフマン。ギルドドマルシェ。商売から流通までを仕切らせてもらってるわ。へえ、うん。ギルドね。あれ？あれ。あ、まだ。あ、まだいるんだ。モンスターじゃないや、魔物が。まあ、でも魔物もモンスターも一緒だと思う。あ、この地響きの元凶のせいで。あんま想像したくねえけど。これって魔物の仕業なのか？ええ、平原の主のね。あ、主？平原の主？魔物の大群の親玉よ。あの群れの親玉って、世の中すげえのがいるな。どこか別の道から平原を越えられませんか？先を急いでるんです。そうです。さあ、平原の主が去るのを待つしかないんじゃない？焦っても仕方ねえってわけだ。ほほ。待ってなんていられません。私他の人にも聞いてきます。うんうん。ラピードが。流通まで取り仕切ってるのに別の道本当に知らないの？ついてってる。優しいなあいつ。主さえ去ればあなたを雇って強行突破って作戦があるけど、協力する気は。なさそうね。護衛が欲しいなら騎士に頼んでくれ。冗談はやめてよね、うん、私は帝国の市民権を捨てたギルドの人間よ。あ、そういうことなんだ。ギルドって自分で生きるって決めて帝国から飛び出したのに、うん、今さら助けてくれはないでしょう。当然騎士団だってギルドの護衛なんてしないわ、うん、なるほど、自分で決めたことにはちゃんと筋を通すんだな。そのくらいの根性がなきゃギルドなんてやってらんないわ。ほうほう。ならその根性で平原の主も何とかしてくれ。ここから西、クオイの森に行きなさい。ほう。その森を抜ければ平原の向こうに出られるわ。本当？けどあんたらはそこを通らない。ね。ってことは何かお楽しみがあるわけだ。察しのいい子は好きよ。先行投資を無駄にしない子はもっと好きだけど。ああ。礼は言っとくよ。なかなか食えなそうなやつだな。仕事の話はまた縁があれば。うん、まあまた会うだろうね。これで会わんかったら笑うよね。座ってんな。あいつよく地べたに座んな。うん。エステル。あくびしてた。あくびしてたぞ。ちょっと休憩です。魔物が去るまでこんな場所で待ったりしませんから。なんで怒ってんの？あ、そう。じゃあ一人で抜け道を行くことにするわ。え？わかったんですか？あ、待ってください。一人じゃないぞ。ラピードは一目散についてきてたぞ。うん。ギルドについて。さっきの道教えてくれたお姉さん、ギルドの人間だって言ってたな。ギルドドマルシェのカウフマンさんですね。帝国の市民権捨てて、うん、自分たちで自由に生きてる連中か。ユーリはギルドに興味があるんです？いや、興味ってがちと珍しくてな。帝都には騎士の護衛は受けないなんて着物座ったギルドの人間いなかったからさ。あ、帝都にもいるんだ。ギルドの方々に会う機会があるかもしれませんね。あのお姉さんみたいに推しの強いのはちと勘弁だけどな。そうなんだ。うんうん、いるよそこに、うん、目の前で喋ってたよ。西だって。
すげえ煽ってくんじゃん、あいつ。買う不満。じゃあ行くか。行くか。一旦セーブしとくか。よし、セーブ終わった。行くぞー。西。西ってどっちだ？左？左。こっちな気がする。一瞬ラピードが出てきたのかと思っちゃうんだよな。あれね。あ、ラピードだ。負けないよ。もうね、レベルめっちゃ上がったからね。どうだ、強いだろう。もう全然ポチ、普通にラピードを使ってるもんね。うん、かわいい。こっちなのかな。あ、明らかになんか戦いは見て覚える。ケンフル姿が様になってますね、ユーリ。エステルもなかなかのもんだぜ。そうですか。先生に今俺ワンド装備させちゃったけど、まあ、あんまりこなれた動きされたら俺がびっくりするけどな。本当は戦うの好きじゃないんです。人を傷つけるわけですし。お嬢様らしい意見だな。でもそうしなきゃ自分が傷つくんですよね。まあそういうことだな。ユーリみたいに戦うことそのものを楽しめればもっといいんですけど。誰が楽しんでるって？違うんですか？だって戦ってる時は目が生き生きしてますよ。いつもと大違い。そうか。戦闘狂じゃねえ。よく見てるな。はい、人を見るの好きなんです。人間観察。おお、いるよねたまにね。まここだ、行くぞ。行くぞ。クオイの森。はい、来たぞ。この場所にある森ってまさかクオイの森？なんか知ってるのかな。え、なんか知ってんの？よく知ってるな。クオイに踏み入るもの、その身に呪い降りかかると。マジか。本で読んだことが。うん、だいぶ。なるほど。あれだね、それがお楽しみ。よくない話だね。うん、行かないのか。ま、俺はいいけど、フレンはどうすんの？すげえ煽るじゃん。うん、わかりました。行きましょう。すげえお嬢様いじめるじゃん。いじめる。あ、なんだこれ。なんだこいつ。力合わせていきましょう。長細い。長細いな。どりゃ。俺に勝つのは100年くらい。長生きなんですね。そうじゃないだろ。この掛け合いテールズいいよね。なんか鳥みたいのがいる奥に。あ、タンポポも。タンポポは前立たなかった。そうだね。お、宝箱。やった。やった。かわいい。無視してこう。お鳥戦う？かわいい。ちょっとくちばしでっかくない？でっかいね。斧見てんだってね。いった！何あいつ。強いぞ。強くない？待て。戦い足りねえかな。すごいね、ちゃんと剣もグラフィック変わるんだね。ね。エステルの知ってる呪いの話。どうなの？この森、本当に砦の向こうに抜けられるんですか？すげえ顔してるよ。戻りゃいいって。もし呪いでカエルやヘビになったりしたらどうしましょう？そうしたら俺が責任持って面倒を見てやるよ。面倒を見るって。心配するな。子供の頃カエルもヘビも飼ってたことがある。そうなんだ。お前すげえな。バッチリだぜ。私、ユーリがカエルやヘビになったらお世話する自信ありませんよ。てかすごいな、自分がならない前提なんだな。右と左どっちがいい？右。右。
なんかイベント？背中の音？足元がひんやりします。まさかこれが呪い？どんな呪いだよ足がひんやりする呪い地味だな。埋められた死体から呪いの声がじわじわと這い上がり、私たちを道連れに。どういう意味？あれはすごいな、想像力も。何あれ、たくましいな。なんだ、何あれ。これブラスティアか。なんでこんな場所に。ほう、少し休憩しよう。大丈夫です。めっちゃ怖がってんじゃん。これは、え、ん、え、え、光った。エステル、光ったぞ。どうした？優しい。苦？何食ったの？何食べたの？起きた。大丈夫か？少し頭が。でも平気です。私、一体。いや、わかんないです。突然倒れたんだよ。なんか身に覚えないか？もしかしたら、エアルに酔ったのかもしれません。エアールってブラスティア動かす燃料みたいなもんだろ。目には見えないけど大気中に紛れてるってやつ。はい、そのエアールです。濃いエアールは人体に悪い影響を与えると前に本で読みました。うん、だとすると呪いの噂。じゃあひんやりしてんの？それなの？倒れたばっかなんだ、もうちょいゆっくりしとけ。そうはいきません、うん、早くフレンに追いつかないと。また倒れて今度は一晩中起きなかったらどうすんだよ。でもそうですよね、ごめんなさい。意外と頑固だな。うん、あれ、ラピードから離れた。苦かったんじゃない？苦かったでしょ、それ。これで腹ごしらえはやっぱり無理か。とても美味しいです。ちょっと待ってな、簡単なもんなら作れっから。おユーリは料理できるんです？城のコックと比べんなよ、下町育ちで勝手に覚えた簡単な料理だからな。そういうのできるやつモテるよね、きっとね。フレンが危険なのに、ね、ユーリは心配ではないんです。ん？そう見える？はい、実際心配してねえからな。あいつなら自分で何とかしちまうだろうし。あいつを狙ってる連中には本当友達ってことは強いってことなんでしょう。ガキの頃から何やってもフレンには勝てなかったもんな。もっと強い。かけっこだろうが剣だろうが。あ、そうなんだっけ。余裕かましてこう言うんだぜ。大丈夫ユリってさ。羨ましいな、私にはそういう人誰もいないから。やっぱりぼっちかお前。でも口うるさいだけだぞ。おい、できた。何作ったの？何作った？ごちそうさまでした。何だったんだろう。お粗末さまでした。すごく美味しかったです。私なんて料理をしたこともないのに。お嬢様だな。やらないと覚えられないもんだ。確かに料理なんてレシピを手に入れて練習すれば作れるようになるさ。うん、レシピを手に入れて練習ですか？じゃあ俺がお手本見せるよ、見てな。お、料理は命の選択だな。サンドイッチだったのかな。うまい料理を食えば体力を取り戻せることもあるし、それ以外にも料理によっていろいろ効果があるんだ。ま、今俺が人に食べさせられる料理レシピはこれくらいしかないんだけどな。お前ずっとサンドイッチ食ってたの？うん、下町で。サンドイッチを作るにはパンと卵が必要だから。うん、ちょうど偏るなぁ。とちょうど持ってた。うん、食材を選んだら調理開始だ。うん、ほう、はい、一丁上がりっと。おう、
手際いいですね。私うまくできるかどうか自信はないです。まあ人には得て不得てがあるからな、うん、レシピを見ればその通りにできるってわけでもないし、うん、そうなんです、うん、じゃあ失敗とか。まあそうならないように味見するんだろうけど、しないやつもたまにいるからな。え、ラピード料理できんのかな、うん、味見。まあ味見を知らねえのか。まあ城に住んでる貴族の味見を知らないってあんの。味見知らない。ほう、貴族のお嬢様。そうですね。なんだ、どうした、傷ついた。傷ついちゃった。どうしたラピード。さて、そろそろ行くか。なんだ。おお、レシピを教わった。はあ、特定のキャラクターで特定の料理をした際、稀に新しい料理を思いつくことがあります。料理の熟練度が上がれば思いつく確率も上がります。今習得したサンドイッチも新しい料理に発展するかもしれません。いろいろと試してみましょう。ほう、サンドイッチ食べたくなっていたな。ね、ラピードにお礼。私が気を失っている間、ラピードが枕になってくれていたんですね。触覚かしら。ありがとうございました、うん、何やってんだ。あ、ラピードにお礼を。ラピード？いないぞ。え？あれ？私、嫌われてるんでしょうか。まあ、あいつは誰にだってそっけないからな。そっけないんだ。私も仲良くなれるように頑張ります。急に。お。全身になった。全身になった。ちょうどセーブポイントもあるし、一旦ここまでにしよっか。はい。ね。次こそ森を抜けよう。そうだな。うん。じゃあ、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。